はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、とある二郎系ラーメン店主さんからご連絡をいただきまして、お店用にですね、以前すり鉢を購入したらしいんですけれども、購入してから数ヶ月間未だに使ったことがないと、使う機会がなくてですね、ずっとお店に眠っているということで、ぜひ、そのすり鉢を使ってですね、デカ盛りラーメン食べてくださいとご連絡をいただきました。で、今回はですね、その二郎系ラーメンを食べに伺っているんですけれども、そんなこんなで本日はですね、この葛飾区の金町という、町に来ておりまして、もうね、お店近くなんですよ。しっかりとですね、そのデカ盛りラーメンを食べられるようにお腹が空かせてね、訪れている次第でございますが、僕ら大食いの動画ではね、すり鉢ラーメンって結構あるじゃないですか。普段ですね、デカ盛りラーメンいただく際はお店さんの方に相談させていただいて、事前にね、どんなものを食べるかと決めるんですけれども、皆様もね、大食い動画ですり鉢ラーメンよく見てると思いますので、今回はちょっと趣向を変えて、この5000円を店主さんにお渡しして、完全に店主さんお任せ、お店おすすめの構成でデカ盛りラーメン作っていただこうかなと思っております。そんなこんなでね、お話をしながら早速本日お世話になるお店到着しました。本日はですね、こちら僕の後ろに見えております麺屋新草にお邪魔しようかなと思います。僕の動画ではですね、何度もお世話になっておりまして、ここの金町の店舗は1回移転してるんですよ。移転前からですね、並盛りラーメンですとかいろんなラーメンたくさん食べてるんですけれども、本日は改めてこの進化したラーメンをすり鉢でいただこうと思います。そしたらね、もう約束の時間となっておりますので、早速店内に入っておいしいラーメン食べていこうと思います。お疲れ様です。痩せたー金さん、今日ちょっとお願いがあって、すり鉢じゃないですか、いつもみたいに打ち合わせして内容を決めるんじゃなくて、これでおすすめでお任せしてもいいですか。5000円で、まあ、内容はもうお店おすすめとかお任せで、ちょっと一杯すり鉢をお願いしてもいいですか。頑張っても5000円なんないな大丈夫です。麺量1500だったら5杯分なんで5000分にはなります。いいですか。ありがとうございます。それでお店おすすめを全部紹介させていただきます。ありがとうございます。ということでですね、本日のお任せ5000円すり鉢ラーメン完成しました。めちゃくちゃございます。ただですね、まあ大きいですし、じっくり時間味わって食べることになると思いますので、ご厚意ですね、いろいろなトッピングは別皿でいただきました。ですのでベースをいただきつつ、後ほどですね、ゆっくりと味変をしながらこの一杯楽しんでいこうと思います。早速いただきます。5000円って量多いなちょっとまずスープですね。あ、うめ。あ、うめ。待って、うまっダメだ、いろんな具材いきたいけどスープが止まらんうわ、すげえうまい。うまいな。ちょっとそしたら豚かな、これ分厚っ。見てください、このシンクさんの豚ですよ。うん、うまっ。やっぱ豚うまっ。ちょっと麺いっちゃいます？これあー、うまっ。今回ですね、この麺量に関しては茹で前で1500入ってるみたいなんですけど、多分ですけどあっという間です。むちゃくちゃうまいな。うまっ。パンチしっかりあるけど優しいんだよな。なんか味噌汁み増したというか、パンチあるけどまろみもあるし、毎日食える二郎系ですね。
まろやかさを増した感じしません？あ、そうですね。昔は結構割と返しって醤油って感じ強かったですもんね。これすっげーうめシンクさん、撮影何回も来てて来るたびに言ってるから信憑性ないかもしれないですけど、今のところ今までの中で過去一好みですね。そう、毎回言ってますけどね。毎回ですっげー好みです。したらそろそろちょっとね、今回ご好意でニンニクや、他トッピングもね全て別皿でいただいてます。ひとまずこれね、二郎系といえばのニンニクを入れていきましょう。うわすごいな、身うまそう。いや、あやっぱめっちゃ合うな。うん、うまー。したら生姜でちょっとさっぱりいきますか。やっぱ使い切んねえなこれ。肉と油の旨味強いんでね、生姜絶対合いますから。うまっ。ニンニクと生姜合わせちゃいますかこれ。合うな。それにしてももちろん麺もなんですけど、すげえさっきから食ってるけど豚がなくなんないな。神田さんこれ豚10。あ、数えなかった数えなかった大体10くらいかな。いやいや、10よりよっぽど入ってる。10枚どころの騒ぎじゃないこれ。すげえ出てくるな豚。改めてやっぱこのシンクさんのね豚めちゃくちゃうまいです。僕もね以前、昔からこのシンクさんがイベントを行う際に何度かねお手伝いもさせてもらったことがあって、その時にねこの豚肉、スープから取り出してお醤油につけてね、その後美味しい状態で食べられるようにねこのウォーマーに入れて温めたまんま保存されてるんですよ。だからねこんだけこうわかるかな、もう本当に厚切りでもう一口で噛めないぐらいどでかい豚なんですけど、しっとり柔らかくてね、これがね昔から大好きだった。うまい。そろそろこれ有料トッピングですね、こちら油メンマという商品です。こんな感じでね背脂とメンマが入った一品なんですが、ちょっとこれをねこうよ。メンマうまっ。まあ、うまいな。よし、そしたら玉ねぎと。
今回ね、めちゃくちゃ大量の生姜とかニンニクもいただいてるんですけど、このでっかい一杯でも使い切れるかどうかわかんないぐらい量入ってんな。結構使いましたけど、まだ2週相当残ってますからね。ちなみに麺は測ってるんですよね。測ってます。ああ、じゃあそうです。豚がめっちゃいるんでもっと多い気がする。ちょっとこの辺りですね、いただいているこちら生卵を使いつつ、ちょっと合わせてこの麺屋しぐさのね、名物にもなってます燻製卵ですね。卵と卵で。うまっ。今までの撮影はいつもね、このしぐさに来るとラーメンだけじゃなくて並盛りでね、通常提供されている混ぜそばとか、あとはトマティーナっていうトマトのラーメン、こういったのをだいたい3種類並盛りでいただいて美味しいって帰る動画が多かったので、これベースのね、美味しいラーメンを改めて食べちゃうと今日もちょっと食べたくなっちゃうんだよな。やっぱね、シンクさんこのスープ、ベースのスープが美味しいから、混ぜそばにしろトマティーナっていう別のラーメンにしろ美味しい、間違いないです。そしたらね、ちょっとこのまんまだといただいてるトッピングを全部使い切れないので、少しアレンジということで、この生卵にいただいているこの油入りメンマと玉ねぎも全部入れつつ、よいしょ、生姜で、これ最後に卓上の唐辛子ですよ。いや、これはもう反則でしょう。うまっ。合うな。おお、お腹いっぱい。これ豚1本以上入ってますよね。まあ、2本弱くらい。豚2本弱入ってるの。じゃあ少なく見積もっても豚だけで1500ぐらいあるな。そうだ。今一応すり鉢からすべて具材等をね取り終わりまして、残りの量で言ったら多分通常のラーメンミニサイズほどはないかもしれないですけれども、すごいね満腹。無理だ。ということでですね、頑張って食べたんですけど、ちょっとお肉とか味玉ですね、こういった具材が食べきれなさそうなので、一旦ここでごちそうさまでした。はい、ということでですね、本日はこちら麺屋しぐさんで、5000円をね、お渡しさせていただいて、完全にお任せ、お店おすすめのね、トッピング等をガッと持っていただきましたけれども、やばいっすね。
やっぱり量はすごい。ただね、それ以上に何回もね、このシンクさんのラーメン今までいただいてますけれども、やっぱり常にこう進化しておりまして、個人的にはですね、今まで食べたシンクさんのラーメンの中で一番好みだった気がします。もちろんですね、今回いただいたトッピングは全てというわけではなくて、それ以外にも有料トッピング販売しておりまして、ぜひですね皆様、ラーメン混ぜそば止まっていいなと、全種類ですね合うトッピングがまた変わってきますので、今回のね動画も参考にしてもらいつつ、お好みのねカスタマイズをして、このシンクさんのね一杯楽しんでいただければなと思いますし、本日のね結果としましては、二郎系ラーメン屋さんに5000円お渡しすると、大食いでも食べきれない量が出てくるということで、このシンクさんですね、他店のこの二郎系ラーメン店さんとはちょっと違って、通常の小サイズと言われる、並サイズですね、こちらは茹で前で麺が 350g と、だいたい巷にあるラーメン屋さんの 50g ほど、多いね麺量となっておりますので、普通ね二郎系ラーメン屋さん行って並ちょっともうほんとギリギリだなという方は、ミニサイズ 200g をね、注文していただくことがおすすめです。ぜひ皆様もですね、今回の動画を参考に、トッピングと購入していただいて、自分の好きなこのシンクさんのラーメン食べてみてください。残りはですね、この豚と味玉以外はちょっと頑張ってこの後食べますので、これの具材はチキンとラップに包ませていただいて持ち帰りしたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。苦しい。